Hey you guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日もね、本当にお忙しい中、この番組を見てくれてめっちゃくちゃありがとうございます。で、今日お伝えしたいメッセージは2つのポイントがあるんですよね。1つは自分が向かいたいこと、自分のゴールにたどり着くためには時間の使い方っていうのを今慣れている時間の使い方、もう習慣になっている時間の使い方と、このゴールにたどり着くためにやらないといけないことをやるっていう、この時間の使い方に交換しないといけないっていうことについてお話ししていきたいんですよね。実際にこの時間を交換する、自分の時間の使い方を交換する、例えば家帰ってきて疲れていて普段だったらテレビ見るんだけど、そのテレビを見るっていう時間をこの自分の仕事のために必要な時間に交換しよう、実際にその勉強をしたりとかね、そうやって時間を交換しないといけないっていうことなんですよね。よくあるのは年末年始で自分が本気になると人生を一気で変えようとするんですよね。で、自分のカンフォートゾーンを上げるっていうのがあまりにも厳しいカンフォートゾーンなんですよね。慣れていないっていうところに自分を上げようとしているんだけど、自分の脳が追いつかないんですよ。リアルに脳の中で何か新しいことをやらないといけないよっていうと、抵抗感を感じるときはエピネフリンが流れているんですよね。だから今テレビ、今カウチに座ってテレビつけちゃった、本当は30分でもいいから自分のやりたいこと、本当に大切なことをやらないといけないんだけど、ああやだっていう抵抗感は、これストレスホルモンの一部のエピネフリンっていうのがあるんですよね。だからそれを感じているんですよ。気のせいじゃないんですよ、ね、でこれを乗り越えていかないといけないんですよね。だからこれは時間がかかることで、でもリアルに筋トレみたいな感じで、脳トレみたいな感じで少しずつ新しい線をつけていくとできるようになるんですよね。で、今日はこのおすすめの、テクノロジー、テクニック、10分の法則って僕は呼んでいるんですけど、マジ僕はこれで人類の人生が変わる、人類の未来が変わるんじゃないかなぐらい思っている素晴らしいテクニックなんですよね。で、これちょっと脳科学的に説明するっていうのも時間があったらやりたいんだけど、今日はちょっと短いビデオにしたいんですよ。で、話したいことがね、まず最初のこの時間の交換をしないといけないよっていうのを現実的に理解していただきたいなと思ってるんですよね。だからこのなんか好きなと、これね、好きなことで生きていくっていうことにコミットしていらっしゃる方とか、ね、やりたいことで生きていくとか、自分でも本当に自分の人生どうにかしないといけない、ね、誰もやってくれない、私もう自分で人生を何とかしないといけないんだって本気になっている方たちには絶対ためになることだと思います。で、それは現実的に自分がダラダラしていてね、テレビを見ているとか、ね、ずっと映画を見ているとか、ね、なんかずっとダラダラしていて怠けているんだったら、わかる、自分が望んでいることのために自分を動かす行動をとっていないかもしれないんですよね。ね、だから現実的になんか引き寄せの法則で、やった、これ考えるだけで引き寄せの法則使って億万長者になれるんじゃ、そんなことってリアルにないんですよ。わかる、これ脳科学的とか現実的に考えていくとね、なんかそのシークレットの映画見たことがいっぱいあると思うんだけど、こうやってブーンと思ったら自分がなんか、ね、急に億万長者になるって、わかる、そんなことないでしょ、無理なんですよ、申し訳ないけど、わかるでしょ、そんな現実的じゃないじゃん、それおかしいでしょ、おかしいでしょ、自分の心の中で抵抗感あるでしょ。で、その抵抗感が心の中である限り、その引き寄せっていうこともできないんですよ。でも自分が本当に努力していく、自分が本当にその時間を交換している、ね、最初は難しいよ、カンフォートゾーンを変えていかないといけない、新しいトレーニングを脳の中でしないといけない、でもやっていくとドーパミンが流れたりセロトニンが流れてきてすっきりするようになるんですよ。自分が本当にやらないことができるんだってなるとすっきりするんですよ、よっしゃってなるんですよ、で自信がついてくるんですよ、打たれ強くなるんですよ、ね、でそれをやっていたら成功できるって思うでしょうと、その時に引き寄せの方向が法則が動いてくるって思わない、
ダラダラしているうちに成功するっていうのは抵抗感があるから、何を望んでいるかっていうと、自分がゴールに進みたいんだったら、まずこの真ん中に入ってきてもいいことは、自分がこの時間を、ダラダラする時間を自分が行動できるっていうふうになるに交換するっていうスキルは必要になってくるって思いませんか？これ多分おそらく役に立つなって思うでしょ？ OK。 じゃあどうやるのかっていうことについて僕はこれから説明していきたいんですよね。で、最初に言うけど辛いんですよ。で、この辛さを乗り越えることができると、これがスキルに変わってくるのね。もう一回ね、脳の中であなたが怠けたいときに、やっべえ、この片付けしないと、この勉強しないととか、よし動かないといけないとってなると、何が起こるかっていうと、ノリエプリフィン、ごめん、エピネフリンやな、エピネフリンっていうストレスホルモンが、アドレナリンの種類が流れますね。なんで流れるのかっていうのを別のビデオで話すね。ね、わかる。集中力を上げてくれて、マジ抵抗感が起こるわけよ。で、これ、ヒューバーマン博士がね言っている言葉なんだけど、この脳のそのリンビックシステムね、大脳縁変形っていうよね、この部分でね、この古い部分が、ここにアメグダラ扁桃体とかがあって、戦うか逃げるか本能っていうのがあるじゃん。そういうことが入ってきてるんだよね。で、このニオコーテクスっていう新皮質っていう、この新しい脳の部分、本当にこれ面白いよ、脳って。マジこれなんか新しい脳、古い脳って、リアルに違う脳みたいな感じだよ。ここにもあるやろ、面白いでしょ、ね、だからリアルに何が起こっているかっていうと、この古い部分の脳とこの新しい脳の部分がガリ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 戦ってるんですよ。で、人間の脳は習慣にするでしょ、全部習慣でしょ。車の運転とかタイピングとかね、今僕 Mac 慣れてて、 Windows 始まったら頭が Windows のボタンが違うとか、あーってなるわけよ。で、今度また Mac にちょっともう一台入れたら、今度 Mac のボタンが違うって脳がうってなるわけよ。マジね。で、のような感じで全部習慣にするのが人間得意なんですよね。だから怠けるのが習慣になっていたら、それはもう習慣になってるんですよ。で、これを変えるっていうのはすごい難しいことで、ね、これはまさに、僕神経可塑性ってね、ニューロプラスティシティって英語で言うんだけど、脳のプログラミングをしないといけないわけよ。で、脳はこの下の部分、自動運転の部分と、頭で考えて新しいことを教えるっていう部分があるわけよね。で、分かりやすく説明すると、トップダウンやな、自分がこの新しい部分が下に教えるのか、それからダウンからアップっていうのがあるわけよ。もう自動的に怠けるとか、自動的に車の運転ができる、怒りに慣れている人は上司がミスったらいつも怒っている人はまた上司がミスったらいつも怒るよね。で、その怒りを止めるっていうのは難しいじゃん。まさにそれがそのエピネフリンが流れてるんだよ。新しいこの脳の部分が活用していて負けてるわけよ、下の部分に。だからこの上の部分が勝つように脳をトレーニングしないといけないのね。それだけなのよ。で、これはね、抵抗感を感じるものなんですよ。で、この抵抗感を感じてやりたくないなって言うんだけど、これを繰り返して運動みたいな感じで、脳のトレーニング、腕立てみたいな感じでこれを続けていくと、何が起こるかっていうと、できるようになってくるんですよ。で、辛いのは最初だけなの。ね、で、いろんなコツとかもあるよ。一つのことだけにフォーカスする。例えば運動っていうところがね、その自分のネックとか、なんか勉強っていうのが自分のだから、全部完璧に人生を変えようとするとコンフォートゾーンが急に激しすぎるわけよ。でも自分の人生は1ミリは変えることができるでしょう。ね、1% だったら変えることができるわけよ。じゃあ一つの、例えば運動っていう例にするんだったら、家帰って練習、運動しないといけないんだって言ったら、その10分でもいいからその運動に行く。その時片付けとか勉強とか他のストレッチとか分かんないけど、別のことはやらなくていいわけよ。運動だけにその週にフォーカスするとか、その月にフォーカスするとか、3週間は運動だけフォーカスするって。で、その運動ができるようになってくるのね、実際に。で、面白いことは、これ10分の法則っていうのをぜひ使っていただきたいんだけど、10分だけでもいいから運動していただきたいんだよ。ね、で、何が起こるかって、分かる？ 10 分なんてダラーってしたらすぐ10分だよ。すぐ10分だよ。10分なんて大したことないよ。本当に。ね。だから、ね、で、10分できないと思ってる人は大間違い。10分できます。10分は人間はできます。抵抗感は感じるかっていうと感じます。で、
ひょっとしたらその最初の10分間ずっと抵抗感感じる人もいるかもしれないけど、それを 2,3 回、2回目の時は例えばそのやりたくないっていう抵抗感、運動したくないっていうのを8分だけとか、でそれが5分になったり2分になったりするんですよね。で何が普通の人の場合だったら何が起こるかっていうと、こうやって10分の法則で自分がやらないといけないこの脳のトレーニングプログラミングをやっていく時に抵抗感を感じるんですよ。でそれはいいことなんだって自分の頭で言ってください。これは自分の脳が今リアルにエピネフリンを流しているっていうことなんですよ。それだけなの。今このリンビックグラインドで、この古い部分と新しい部分がガリ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 していて、今あなたがまさに脳のトレーニングでトップダウンでトレーニングしようとしているっていうことが起こってることだけなのよ。だからそれグッドなのよ。でも抵抗感はリアルだよ。で特に最初の数回はかなりの抵抗感を感じると思う。でも続けていくと落ちてくるのね。やってみて、マジやってみて、落ちてくるのよ抵抗感が。でそれだけじゃなくて、面白いのがその抵抗感が2分経ってるとパッてなくなったりするのよ。あれってはあみたいな、面白いなって。でまた面白いことが、例えば運動とかだったらね、最初の1分2分はいやーやりたくね、今から運動かよみたいな感じで、なんか運動服に着替えて、いやー寒いとか言って、でも3分経ったらその抵抗感がなくなって、気づいたら25分走ってるとか、そういうことなんだよね。でこれは10分やったら OK なのよ。だからやらないといけないよ。10分だけでいいのよ。10分以上は別にボーナスだから、やりたければいいって感じだから、10分なんてすぐなんだよね。でこれができるようになるとすっきりするのよ。よっしゃみたいな感じで、よー俺できるじゃんみたいになるね。これがまたドーパミンシステムっていうのが流れてて、これリワードシステムだよね。よっしゃって言って、で今度そのシステムが流れてくると、次また明日やるっていうのが、よっしゃかかったこやって楽しくなるわけよやってみるぜ俺できるぜって。で かなりこれがリアルにできるようになると、今度セロトニンが流れてくるでしょ。セロトニンが流れてくると、俺はできる人間なんだって変わってくるわけよ。自分のリアルにあの立ち方も変わってくるのね。胸をこうやってなんか話せるようになったり、自分の声のトーンも変わるかもしれない。で自分が本当にこれやりたくないことができるようになってきてるっていう、この自分のスーパーパワーじゃないけど、パワー、自分の力だよね。それをリアルに心の中から感じることができるようになると、自信がついてくるのね。でじゃあ次は運動をキープしながら別のこともできるわけよ。じゃあ勉強するとか、10分本を読むとか、10分片付けるとか、あちょっとできなかったなってなっても大丈夫って。普通だったらこういうトレーニングをやってなかったら、やろうとして、あできなかったらちょっと私できない、本当に罪悪感が感じるって言って、やらないといけないことがいつもあって、それが怖くて、今度やらないといけないことが本当に怖くて、で怖いから自分は必要に人生をうまくいくための必要な行動が取れない、だから自信がつかない、私は壊れている、私はできない人なんだ、だから私は成功できないよねって。で怖いからそこに行かないから、その大好きなところだけでずっと好きなことだけで進んでいきたい、でも好きなことじゃなくて、やりたくねえこともできるようになってくるんだよ、これをやっていくと、ね、だからどのぐらい自分がもし、ね、やりたくないことが自然にできるようになってきたら、自分の自信、自分をどう見えるようになってくる、自分の見方がどう変わると思う、周りの人はあなたのことをどのような感じの目線に変わってくると思う、周りの人が自分が本当にそういうのができるようになってきたら。だからその大切なポイントはね、自分がこういう感じで幸せになるためには、まず自分がその向かいたい方向、やりたいことを明確にするビジョンですよね。でそのビジョンを現実的に近寄っていくための行動は取っていかないといけないっていう。だから今自分がやっている、もうすでになっている習慣、もしダラダラするとかやる気が出ないとかね、そういうなんか怠け者タイプかもしれないとか、ね、その時間を交換しないといけないんだよ ね。でその時間を交換して、そのビジョンのための必要な行動を取っていくと、現実的にそれに近づいていけるようになるわけよ。時間はかかるよ。3年から5年はかけてもいいと思うんだよ、本当の大人として話すんだったら。でこの時間を交換するときには抵抗感っていうのが絶対出てくる。それは脳の中のシステムがそう作られてるんですよ。習慣にするっていうことだから。
ね、だからこの新しい時間を交換してやりたくないことをできるようになるっていうのも習慣になってきて、その筋肉、その脳の路線を鍛えていくと、今度それがそっちをやる方が楽になるのね。怠ける方が気持ち悪くなっていくわけよ。でもこれは旅なんですよ。絶対できることなんですよ。ね、それ一緒にやっていきましょう。Alright, you guys, thank you so much. ごめん、これ本当に短いビデオにしようとしたんだけど、ね、ちょっと長くなっちゃった。こういうことに興味がありましたら、ぜひね、僕、なんかこういう情報をシェアしていただければ嬉しいなと思うんだよね。本当になんか、やっぱり自分の人生は自分で生きていくしかないじゃん。他の人になんか直してみたいな。ね、その親に直してって、ね、親でもやっぱり大人になったらその親から、親じゃなくて自分の人生は自分でそのマスターしていくっていうか、で親の面倒も見ていかないといけないから、こうやってなんか、ね、自立するっていうか、でそうするとやっぱ自分の時間の使い方変えていかねえといけねえなって思ったら、10分の法則やっていただければ、本当にこれ1週間やるだけでかなりのリアルに感じられると思います。ぜひ抵抗感とかやって、で、ぜひシェアしていただければ、コメントにやったよとか言ってくれたら僕は嬉しいです。Alright guys, thank you so much. Now see you. おそらくまた来週動画アップできると思います。Thank you. じゃあね。